さあということでボートレース大村で行われております SG 第67回ボートレースダービー、さあ初日のね終盤のレースをもうここからがっつりと生配信してお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあそして私のお相手はこちらです。はい、皆さんこんばんは、伊藤エマです。お願いします。さあ来ましたねエマちゃん、はい、今回のスペシャルゲストは誰なんでしょう。はい、まずは岩田康成騎手です。よっ、岩田さん黒い黒いですね、焼けてますね岩田さん。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方スペシャルゲストでしょ、エマちゃん。そうなんです、うん、もう一人は岩田未来騎手です。すごい、お願いします。よろしくお願いします。だ親子なんですよ。親子ですね。未来さん、はい、親子でジョッキーで登場ですけど、はい、今の気持ちはどうなんですか、お父さんと一緒になんて。なんとも思ってないです。なんとも思ってない。なんか思ってよ。いやでもあれでしょ、息子からお父さん尊敬することもあるでしょ、もちろん。そうですね、すごい尊敬してます。だってお父さん競馬界のダービー取ってるんですよ。すごいことなんですよ。いやすごいですよ。分かってる、ほんまに色黒いくて、あの電波もあんまり映ってない状況とかなってるけど、で想像できないですね。俺誰やと思ってるんだよ。いやそういうことですよ。素晴らしいジョッキーなんですよ。いやすごいですね。すごい方なんですよ本当に。それやっぱりいやピースが古いねん。お父さん、お父さんピースが古いんよ。もうね、お父さんがおもろいおもろい言うて、僕のツイッターにね、この番組が始まる前からね、お父さんの情報がすげえ来るんよ。岩田さん、はい、あのファンの方から質問来てて、はい、お二人は馬と話すときは日本語ですか英語ですか馬語ですかって来てるんですよ。馬と話すとき、馬と喋るとき、はい、英語です。え、ほんまですか。はい、どんな感じで、例えば馬今目の前いると思って、英語でちょっとお願いしますよ。オッケーオッケー。中学生か。中学生でも言えるわ。オッケー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 は馬分かってくれるんですか。馬と喋るときは、はい、言葉じゃなく、ええ、気持ちで喋るんですよ。気持ちを伝えると。あ、もう体で伝わるんで、はあ、はい、馬って嘘つかないんですよね。人間と違って。やめなさいよ、トワップで。闇の中がなんか怖いわ。目がすごかったです今。いやでも本当あれでしょ、未来くん、はい、お父さんのことは尊敬してると思いますけど、はい、後ろからどついたろうかな思う時はどんな時ですか。レース中に邪魔な時です。レース中前走られてる時。僕は人気馬乗ってて、はい、で前でウロチョロしてる時邪魔やなと思って、はい、いつも見てます。お父さんそのうち行かれますよパコーン言うて。 お父さんこれどう見てるんですか、今のデータとか見て。もう書きましたよ。136は、はい、三連複で。あ、それ三連複ですか。一番下はね、はい、136は三連複、はい、それで4つが三連単でお願いします、はい、4つは三連単で、その横の2っていうのは何すか。2000円ずつ。あ、2000円ずつできました、未来さん。多分できた。一回見てみましょう。わかりました。123126132136を各1000円ずつということでございます。はいはいはい、行きました。一丁何、123236だからこれ一緒よね、未来くんと。あれ、え、ね、未来くん一緒やんね。え、本当ですか。え、あ、気が合いますね。ちょっとおいおいおい、リモートで付き合うとかやめてくれよ。ほんまによ。ほんまにやばい、気が合うかもしれない。お父さん目の前にして。彼女おらへんやからな。あ、じゃあちょうどよかったわ。その余計な情報は言うなって、もう息子怒ってるから。気持ちはみんな持ってるからね。魂送るんですよ、こうやって。だってもう流し56買ってる時点で1じゃなくてもええんやもんね、それ。さあ行きました。3号線スタート決めていったな、これ。おー、ほんとだ。おー、あら、これ1号なるわ。お、来い165。え、165来い。吉川に2番手が大外から差し上げ、
1が来たから、まあまあ1は逃げたっすよね。うん、でも本当あれですね、3がスタート行ってまくり差し行ったところ2はうまいこと残しましたけどね。そうですね。いやー、でもちょっと展開なくでしたね。1、6。いやー残念。12レースでございますが、はい、いやここちょっと当ててね、3万円取りに行きましょうよ。いや行きましょう。うん、お父さんどこ行った？今書いてる。書いてたんですか。びっくりした。もう飽きて帰ったんか思いましたわ。帰ったというか家かそれ。お父さんできた。え？あ、絞った、そういうこと。1423000円、1243000円、412135、2000円ずつってことですね。おはい、素晴らしい。こういうことです。こういうことですね。これやったらオッズによって持って帰れると思います。いや、グーやないねん。いい笑顔。僕らの行きます。はい、こちらこちらです。長島エマチーム15426000円、はい、51流し1000円ずつと、エマガイ流しの56個、これエマガイネオにしました。はい、ネオ。エマガイネオは5と6を折り返します。はい、だから流し6、5まであるもんな。そうです、強いですよ。これ強い、これこのネオは強いわ。できた、未来くん。うん、お、いっぱい書いたな、呪文か。OK、 8、9、11万4000、正解これで OK です、はい、未来くん。とりあえず当てたいってことよね。当たりました。あ、いや、まだ当たってないよ。まだ当たってないね。3対3となりました。どうだろう。スタートまで3秒、スタートしていきました。わずかですが 1,2 コース。あー、そして角から4コース。これ5点があるよ。5来るよ。5来い。いやー、14かトップコースを追走に4号艇の前本、やっぱりね、5号艇のブス島3番で優勢というところ。これでも145やったらミラク当たるよ。145やったら分かってた、聞いてた。1号艇ミネがトップ旋回、続いて4号艇の前本クリア、4艇のブス島6や。6号艇のクリアが少し覗いてきました。親子でその顔やめなさいって。いや、惜しかったよ。いや、惜しかった、確かに。うん、岩田親子、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。未来さん、ありがとうございました。この後も G1 も頑張ってくださいね。期待してます、はい、ということで皆さん、ありがとうございました。